おはようございます。おはようございます。強い。やばいやばいやばい。どうも皆さん、おじゃすってことで、邪神と申します。はい、今回なんですけども、またなんかね、新しい、戦闘技が見つかったので、そちらの方、ご紹介していこうかなと思います。発見した方はね、ツイッターの下の方に貼っときますので、よければそちらの方もご覧ください。で、今回ね、一つキーとなるアイテムが、存在します。それがこちら。はい。このマスターバイク。このマスターバイクを使った、まあ、新しいね、戦闘技があるので、そちらの方をね、紹介していきます。で、以前ね、ライブ配信の方でもね、この技紹介させていただいたんですけども、まあ、そのライブ配信じゃ紹介しきれなかった、まあ、とあるね、まあ大技というわけじゃないですけども、まあ、面白いね、技があるので、最後の方までご覧いただけたらなと思います。そんな感じで早速、やっていきましょう。レッツゴー!はい、じゃあ早速ね、やっていきましょうか。まあね、操作はね、すごい簡単です。まずね、マスターバイクを召喚して、こう乗りますと。で、まあ、剣は体剣でも、片手剣でも、槍でも、何でも大丈夫です。まあ、わかりやすいようにね、今回は属性剣をね、持つんですけども、この状態になったら、剣を振るんですけども、こんな感じで、はい。で、剣振ってる途中に、ジャンプボタンを長押ししましょう。はい、これで、はい、これですね。これでもう完成してます。はい。もうちょっとね、おかしいんですけども、この、バイクに乗った状態で、この、攻撃をずっと維持し続けるっていうね、そういう、まあ、戦闘技ですね。で、まあ、この状態でね、まあ、普通にこうやってバイクで移動することもできるので、まあ、敵にね、こうやってバーンって当てたら、まあ、ちゃんと暗い判定が出ると。で、この木でもね、できるんで、ほら、こんな感じで、ちゃんとね、まあ、攻撃判定が出てると。で、一つ注意してほしいことがありまして、まあ、こう振るんですけど、これリンクが今飛ぼうとしてる、この足見てください、この足。うん。この足がこう飛び立とうとしてるときは、ジャンプボタンをね、長押ししてないと、こうやって離したらね、飛んじゃうんですよ。でもこれ、めんどくさいじゃないですか。まあ、そうなったときに、こう剣を振って、まだジャンプしそうとするんですけども、この状態で B を押しましょう。はい。すると、リンクは足はね、ちゃんと元の位置に戻しますと。で、この状態であれば、ジャンプボタンを離しても大丈夫ですので、はい、こうして、自由にね、こうやって、いつも通り、バイクを運転することができますと。で、これなんと、先ほどこれで、まあ、B を押したじゃないですか。で、この後、B を押したらまた武器しまうんですけども、これなんと、この状態でも、この武器の判定が残ってます。これちょっと木に向かっていきましょう。さあ、すると、ほら、この状態でもなんとね、こんな感じで、ちゃんと判定が残ってるんですよ。で、しかも、このしまった状態に限って、この弓もね、使えるんですよ。こんな感じで、自由に。はい。なんで、弓も使いつつ、この武器判定も残して、まあ、敵とね、こうスタイリッシュに戦いたいって人はね、おすすめですかね。はい。これちゃんと残ってますから、ほら。残りながら、弓も打てると。まあ、近距離、遠距離、両刀型って感じですかね。はい。で、まあ、一応なんですけども、マスターバイクをね、まあ、持ってないっていう人も、まあ、いると思います。まあ、そういう人はね、こちらの、馬を使いましょう。はい。馬でもね、操作は同じです。はい、これで、まあ、走るんですけども、走る際は、この飛び立つ瞬間の時は、走ってくんないので、ここで一回 B をして、すると、こうやって走り出すんで、はい。こういう感じで、使っていきます。ちょっと木に当たってみますか。これ練習用のこの木。あれ、ちょっと待って。操作が難しい。あ、当たった。ほら。馬がさ、自動的に木をかわすっていうシステムがあるからか、木を切るのが難しいんですけども、まあ、こんな感じで馬を使うこともできると。ただまあ、そうですね、障害物とかあると、その馬がね、こう、なんだろう、怯えちゃって行動不能になっちゃうんで、まあ、使いやすいのは、まあ、マスターバイクなんじゃないかなと、はい、思います。はい、じゃあある程度ね、説明もしたので、早速実践の方をやっていこうかなと思います。今回の、実験台があそこにいるピノックス。はい。あのピノックスを、まあ、殲滅していくと。実践に入る前に一つね、ちょっと覚えてほしい知識があるんですよ。マスターバイクもそうだし、馬もそうなんですけども、こう走りながら切るときに、クリティカルヒット出るじゃないですか。パーンっていう。こう止まった状態。うん。この状態で作ると、クリティカルヒットにならないですよね。試しに、
突っ込んでみるんですけども、これちょっと見ててください。ほら全然普通の、まあ、状態じゃないですか。じゃあクリティカルヒットを出すためにはどうしたらいいかっていうと、まあ、またマスターバイク出しますと、まあ、止まったままじゃなくて走りながら作りましょう。こうやって、はい、これでちゃんと、あ、これでちゃんとクリティカルヒットになります。はい、まあ、見ててください。いきますよ。ほら今のパーンってやつ、これがクリティカルヒットの証。はい、もうダメージ量がまず違う。何倍だっけな、2倍ぐらいだっけ。多分クリティカルヒットすると2倍ぐらいになるんで、こんな感じでね、はい、もう死にます。お疲れ様です。ピノックス、安らかに眠ってくれ。強い。はい、じゃあ次はですね、片手剣を使っていくんですけども、この片手剣の中に一つだけね、変な武器がございます。それがこのボヨンハンマーなんですけども、このバネの力で敵をね吹っ飛ばして戦うっていうやつなんですけども、これをバイクで使うとどうなるのかっていうのをね、ちょっと皆さんにお見せしていこうかなと思います。でちゃんとね、この走りながら、作っていくと、はい、これが大事。ちゃんとクリティカルをね狙っていきましょうって感じで、さあ、うえ、あ、やべ、燃えた。あ、ほらこれが使えますと。あ、死んじゃった。ちょっと待ってください。じゃ次はこの白銀を、こいつは HP 高いんで落としていきましょう。さあ待って、やばい、さあ来い、おら、あ、こっち飛んじゃう、おら、さあ吹っ飛ばしていく。はいはい、さあ終わりにしようか。ボコブリ、お前の墓場はそっちだ。え、はい、終わり。皆さん、片手剣そして両手剣とね、まあ見てきたんですけども、こう思ってませんか。あれ、この技弱くね、あれ普通に戦った方が強くないって思ってると思うんですよ。でもね皆さん、この槍、この槍がこの技のまあ真髄なんですよね。はい、この持った状態で Y を長押しするとこの特殊なモーションがあるんですよね。これが一番えぐいところ、この技の。もうこれをね紹介したくて今回動画にしました。これを皆さんね覚えて帰ってください。まずね、いつも通りこうやって状態 AG の状態にして B を押しましょう。でこの状態で Y を長押し、このまま、ガーディアンにねちょっと突っ込んでいきましょうか。でちゃんとね、クリティカルヒットを出していきたいので、走りながら作っていきましょう。これで OK か。で、マスト。OK、これで OK。さあ、あとはあそこにいるガーディアンをしばくだけです。で、これ結構右手のあれがぐっちゃぐちゃになってるので、やる際はね、皆さん、頑張りましょう。てな感じで、いや、この真髄ミスやるよ。おら、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 これ見て、これ、これ連続波状攻撃。はい、即殺、そしてオーバーキル、強すぎる。まあ、これがねこの槍の真髄ですよ。はい、あ、なんかいるな、なんか調子こいたやつがいるな。あそこにしばく、しばき倒す、殲滅します。おはようございます、おはようございます、強い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 、やばいやばいやばい、あー死んじゃった、やべ、溶ける、敵が溶けてくる。じゃあ次はね、ガーディアンだけじゃ物足りないんで、先ほど体験で倒した、クロピノックス。こいつを、もう暴力的なまでの殲滅を、皆さんに見せてあげましょう。突っ込みますか。さあ、どうなるか。いいね。連続波状攻撃。暴力的なまでの連続波状攻撃。そして、フィニッシュ。強すぎる、やばい、これマジでこれ暴力です、ただの暴力。18歳未満は、ご視聴控えてください。はい、まあ大体ねこんな感じの技だったんですけども、まあ、正直に言うと、最後に紹介したねこの槍以外のやつは、使えません。はい、正直
使えたもんじゃない。でしかもこの槍もガーディアンとかあのピノックスとかその大きい敵に対してはすごい有効なんですけども、あのボッコブリンとかねああいうちっちゃい敵にはまずそもそもこの槍が当たらないと。でしかも小回りも全然効かないんで普通に降りて戦いましょうっていうのが本音ですね。まあ、向き不向きがありますからどの戦闘にも、まあ、そこはね使い分けていけばいいんじゃないかなと思います。でまあいつかねライネルをこの技で倒してみたっていう動画をね、まあ、作れたらなと思ってますんで、では動画ねそのアップされたら皆さんね一人動画、100再生は、はい、お願いしますね。はい、これ僕とのお約束です。そんな感じで皆さんお疲れ様でした。また次の動画でお会いしましょう。それじゃバイバイ。